よし。こんばんは。ただいま。よいしょ。ということでね、今日は、大谷静香さんの卒業公演でした。しーちゃん、お疲れ様でした。ということで。ねえ、なんかすごいことになってるね。これ何が背景なんだろう。あ、年末かな。でちょっと、夜ご飯をまだ食べれておらんので今から食べさせていただきます。食べさせていただきます。今からなんですが、ちょっとスープも飲みたいのでスープを入れます。お弁当があったんです。唐揚げ弁当があったのでそれを持って帰ってきました。唐揚げ弁当を持って帰ってきました。そう、唐揚げね、いいよね。寒いからスープ飲もうと思って朝ごはんに買ってたんだけど、スープも朝ごはんのように買ったので、ちょっとね、スープだけさせてね、ごめんね。いつでもできるんだけど。ということで皆さん、しーちゃんの卒業公演は、わあ、花火上がってる、見てくださいましたか。どうしてるの、これ。ねえ、寒いとやっぱスープ飲みたくなるよね。よいしょ。ってことで、まあまだ見れてない方もいると思うんですけど、本当にすごくしーちゃんがいろんな人から愛されてるなって感じる公演で、なんだろう、私もこんなに人から愛されたいなって思ったかも。すごい素敵な公演だった、本当に。よし、ということでちょっといただきます。すいません、こんな毎日、ほぼ毎日ご飯を食べながら。チンはしてない。服部家にはチンがないからな。卵スープから。熱そう。飲めないわ、これは。で、塩コショウかけたい。
電子レンジ買う予定は、いや買おうとは思ってるんだけどね、ちょっとなかなか時間がなくてよ。電子レンジを買うとなると結構部屋を物を置く場所を考えないといけなくて、それがまだね時間あるときにやりたいのよ。いやもう電子レンジだったらだいぶ楽だろうなって思って、どんな電子レンジしようかなって、そう大きくて私冷蔵庫の上に置けなさそうなの電子レンジ。冷蔵庫の上に置きたいんだけど置けなさそうで、電子レンジの話はいいんです。今日はしーちゃんの卒業公演でした。セトリがめちゃくちゃ良くて、しーちゃんがメンバーでメンバーから考えてくれて、私が出演したのは軽蔑していた愛情とハート型ウイルス、記憶のジレンマ、永遠より続くようにタンポポの化身、桜の花びらたちでした。しーちゃんがやったことある曲なんですけど、私もほぼやったことある曲で、あとは何だろう、先輩の卒業公演出るのが初めてだったので、すごいなんか緊張したし、いい経験をさせていただいたなっていう。ずっとチーム B で活動してて、他のチームの先輩と踊ることがなかったので、私りなっちさんと今日も初めてじゃないけどちゃんとお話ししたの初めてで、もうユニット一緒にできて本当に嬉しかったなって、もう写真も撮れてめっちゃ満足です。もぎさんもお話ししたし、いろんな先輩ともお話できたり、久しぶりにハート型をやって、みんな可愛いでしょ、久しぶりに言ったかも。みおさんは私話しかけに行けなかったんです。ねなちさんによく似てるって言われるんですよってねなちさんに伝えました。ね、もっと仲良くなりたいですって、卒業寂しいですってお話をしてって感じです。綺麗でした、なんかかわいい。アンニーさんとも写真撮れて頑張った今日は。ユキリンさんも緊張しちゃって話しかけに行けなかったな今日、全然写真も撮れなかった。ニラチさんとツーショット撮りました。
でもいろんな方と写真撮れたので SNS いろいろ載っけます。あとはあんなに可愛い衣装をたくさん着れて今日本当に幸せでしたね。自分が着たいって思ってた衣装をいっぱい着れたので、ゆいはんさんとは撮れなかったんですよね。それか、でも茂木さんと結構今日は喋れて嬉しかった。茂木さんとずっと話してみたいと思ってたので、でもそうしーちゃんに私はそう言われたことがずっと、しーちゃんに言われたから自分がなんか変わろうって思えたことがあったので、なんかしーちゃんもなんか私に言ってくれて、そう挨拶のことをね、ね、なんかそれはなんかこの子に損をしてほしくないから言ってるだけで、別になんか誰なんかみんなに言ってるわけじゃないって。本当にだから言ったっていう、言ってくれて、なんか先輩にそう言われること、まあ人からかな、修復50そうで、なんか別に興味がなかったら言わないしって言ってくれて、あすごい私のこと気にしてくれてたんだって思って、なんかしーちゃんからお手紙もらったんです今日。こうやって手紙にもそのことが書いてあって、もちろんその時言われた時は怖いなって思ったけど、しーちゃんに言われなかったら私は変わろうって思えなかったと思うし、
本当に気づかせてくれ、なんか自分でも直さなきゃ直さなきゃって思ってたことをしーちゃんが言ってくれたからちゃんと直す方向にできたというか、だからそうです、うん、絶対しーちゃんもさ言うのにさ勇気は少しはいるだろうし、そうなんか本当に先輩、今はなんか普通にプライベートとしてな、プライベートで仲良くしたいなって思うけど、うん、素敵な先輩です。この私が卒業公演も出たいって言ったからかわかんないけど、卒業公演もこれで出させてくれて優しくて、一緒にユニットもできてすごい嬉しかったです。うん、14年半ってさ私のだって倍だよ。でもなんかわかんない、すごい自分なんか後輩がいるのはあれだかもしれないけど、私すごいしーちゃんと似てる部分あるのかなってなんか感じたんだよな、どう思います？わかんない、私なんかすごいなんかふとした時にしーちゃんとなんか顔とかじゃないよ、なんかキャラっていうの、性格っていうのちょっとだけ、でもすごい私お姉ちゃんとしーちゃんが似てるって感じるの、自分のお姉ちゃんとしーちゃんが、それもなんか性格なのかな、うん、こんなんかよ昨日似てるなって思った、そうなんかスピーチとか話してる内容とか聞いてるとなんか似てるなって感じたの、うん、しーちゃんにアイシャドウも使ってねって LINE しとこう、長文の LINE と写真を送ったけど、わかんないけどなんか考え方というか思ってることがすごいわ似てるなって、何かって言われたらすごい難しいけど、何かもなんか優奈さんがイチャイチャしてるとこ見られて私はもう幸せです。
幸せでした、うん、2人の写真も撮れて、3人での写真も撮れて、もう満足です。なんかでもすごい、先輩の卒業公演って初めてだったから、なんかすごいかっこいいなって思いながら、ねえ、ドレスも可愛かったな。なんか私もあんなに人に、あんなに人に愛されて卒業したいなって思いました。しかもあんだけ愛され、後輩からも愛されてるってすごくない？すごいと思う。ってくらい本当に濃い時間でした。今日はもういっぱい写真も撮ったので、じゃあまずはもう大好きな大好きなレナッチさん、かわいすぎる、かわいすぎる。で、ゆなさんのとこに頑張って撮りに行って、そしたらゆいりさんがこっちを見てくれてて、かわいい、それですらかわいくて、私も見たら3人で見つめ合うっていう、なんか素敵な写真が撮れました。嬉しい。それでなんかゆなさんのかわいいショットも撮れました。なんかかわいすぎるショット撮れました。で、ナナさんともツーショット撮りたくて撮っていただいて、でユイリーさんとも撮っていただいて、あと茂木さんですね。茂木さんとは本当初めてに近いくらいお話しさせていただいて、めっちゃ面白くて、で茂木さんとオンさん撮っていただいて、オンさんは結構普通に喋れるので、オンさんと撮っていただいてって感じですかね。あとズンだ、ズン。え、なにこれ、ゆくくるとちくるとちみたいなやつ。みぷぴちゃん、とも今日も頑張ったね、タワーありがとう、嬉しい。みぷぴちゃんありがとう、プレゼントもいっぱい届いた、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい。で、あ、めぐちゃんだ、
めぐちゃんとめっちゃいい写真撮ったんですよ。なんかおしゃれな写真撮ったみゆちゃんと二人で。私のケースがピンクだからいい感じになってる。かわいいな。私たち自分たちでなるかもしれないけど、こういう写真を撮りました。で、あと西川れいちゃんとずっと喋りたいって私言ってて、でれいちゃんも言ってて、れいちゃんと写真撮りました。かわいい餃子ちゃん。で、あとはハート型の3人で、かわいいですね。撮りました。載せます。お気に入りです。あとはジレンマで4人、オンさんとひなことしーちゃん撮りました。かな。あ、れいちゃんともこれも撮ったわ。楽しそうじゃない？仲良さそう。こっから仲良くなるけど。そうかな。あとは自分で衣装をいっぱい一人で撮ったので。またインスタに載せていきます。ねえ、かわいい衣装いっぱいだった。本当に私今日まで何着るか知らなくて、衣装今日知ったので、今日はね本当にいい日でした。ごちそうさまでした。美味しかったです。スープがすごい美味しかったです。今日は洗濯をしないとやばいので洗濯をして、明日はレッスン頑張ります。よし。うん、早くは寝れない気がするけど、早くは寝たいけどね。でも朝早いんで、そう、今日美咲の誕生日で LINE 送った。ちょっと電車乗ってて5分遅れちゃったんだけど、12時ぴったしに遅れなくて、あ、そう、あと1月3日がニューイヤムプレミアムパーティーなので、まあ、お正月早々ですが、来れそうな方来てください。明日の朝はゆっくりできないのよね。でも私絶対美容室に行きたくて、もうどうしても全然行けてなくて、だから明日の朝はもう美容室に行きます。どうしても行きたい。切らないです。トリートメントと染めます。ちょっともう色落ちなので
まあ、そんななんか、まあ、茶色、今茶色だからそんながっつり色入るとこじゃないけど、いい感じに染めます。もう愛媛から帰ってきて洗濯が全然できてなくて、たまりにたまってる。パジャマを早く洗濯したいな。宇和島での配信の子たちアイドルさん、いや違います、あの普通にみんな女優さんです。二人とも共演者さん。この時期ってさ、外に洗濯物干して乾くん？なんか乾かなさそうで、いつもあれよ、浴室乾燥にしちゃうんだけど。わあ、花火すごい。ねえ、夜はねやっぱ凍っちゃうよね。昼のうちに取り込めないな。だったら翌日乾燥の方がいいよね。部屋干ししてもいいんだけど、部屋干しするあのなんだろう、ところがないのよ。ねえ、部屋干しっていうよね。干すとこがあったらいいんだけど、干すとこなくてよ。カーテンのとこしかないさ。いや、突っ張り棒あっても引っ掛けるとこがマジでないのよ。寒い、暖房つけてるけど。今日は絶対に洗濯干して寝る。うん、なんかね、やっぱポニテ似合うねっていろんな方に言われた。かわいいって。久しぶりに高い、今は低いんですけど、高いポニテして
ゆっくり寝たいんだけどね、寝れないな。いつ寝れるかな、ゆっくり。でも私このキラキラの衣装も多分ずっと着たくて、湯船ね、浸かりたいよね。鬼で鬼漏れたんだよな。この衣装も可愛いし、私でもハイトーンでポニーテしてるのが一番似合うって言われてたの。ヒュートーンのあのお披露目の劇場公演の時にめちゃくちゃその時に言われて、超アイドルだよ今日。やっぱ衣装見えてた方が可愛いね。あとかたってこういうのかな。これも取れたし。久しぶりにアイドルしたし、いっぱい衣装着れてもう嬉しかった。今はまだ漂流中。これさ、まだ知らない人いる？私ネタバレあんまできないよね。全力漂流中。なんかバグったバグった。明日のことなんか悩んでる暇はない。やらかし、とびきりの瞬間を夢中で駆け抜けるピンチさえも助けに来るまで頑張っちゃうの。今はまだ漂流中。神様に聞いてがむしゃらに漂流中。早くしないとやばいぞ。探し当てて抱きしめて、頑張ったねと褒めてね。ねえ、わかる？もう懐かしいの。私ですらもう懐かしいんだよ。あと3日、3日じゃない、1ヶ月くらいある。やだ、1ヶ月やな。もう見たいよね。また来てね、すぐ来てね、絶対来てねって言って、おみんな忙しいよね。
だって私よくよく考えたら本当に飛行機乗るのあと数回しかなくて、そう思ったよりないのよ。2月と3月はそれなりに公演料、多いんだけど、やっぱ1期と比べると全然ないのよね。まあ、1期がさ、まあ、ゆいが途中で卒業しちゃったっていうか、まあ、ゆいが全然出てないからほぼ2人でやってたから多いっていうのもあるんだけど、そもそもだって1月も2月も1週間ちょっと休みがあるの、坊ちゃん自体に。だからちゃんとあるの3月とかしかなくて、少ないんだよね、そもそもが。だからもうすぐ終わっちゃいそう。寂しいね、そう考えたら。そうなのよ。間がいた時って再稽古とかないの？いや多分なくて、まあ、私がちょっと早めに行って、もちろんね動画とかも見ながら毎日やろうとは思ってるんだけど、向こう行って、まあ、みんなはやってるわけじゃん。だからさ、そう私がやりたい部分やりたいですとか伝えてやってもらったりとかするくらいでって感じですかね。また3期とかもね出れたらいいなって思いつつ、私なんかさ疲れてないのに疲れてるって聞かれるのが一番嫌かもしれないって思っちゃった。ごめんなさい本当に。分かんない、疲れてるかもしれないけどさ、なんかそういうの聞かないでほしい。嬉しくない、嫌な気分になります。別に疲れてたら配信すぐ終わるしさ、疲れてないからやってるのに。眠いは別にいいよ。暖かい時期にも愛媛、そうわかる、私も暖かい時期に愛媛に行きたいのよっていう機会を作らないといけないから、もしかしたらね3期出れるかもしれないし、わかんないけど、わがままで草今日めっちゃ顔かわいい、嘘。でもなんか先輩いつもユーナーさんにさ、服部ってメイク薄いよねって言われるんだよね。私濃いですよって言って、なんか素材生かしててすごいって褒めていただけてるんだけど、いや私濃いですよっていつも、すっぴんと変わんないねって言われる。
には変わりますよって。あ、トムさんともめっちゃ喋ったわ今日。トムさんがね結構いじくってくれてて、トムさんに LINE しようと。トムさん、トムさん、そう、トムさんとチーム K のお話してたっけ。おりんちゃんもなんか仲良くなりたいって言ってくれてて嬉しかった。恐竜ライト公園前に買える、公園前にも買えるし、公園の合間にも買えますので、ぜひゲットしておくれ。じゃあそろそろ終わろうかな。そう、漂流ライトは通販もあるので、ブロマイドとかあのタオルがちょっと通販がないので。あ、そういえばタオル完売してたんだよね。嬉しい、ありがとうございます。嬉しかったです。マフラータオル、あとはパンフレットが今ルンバが初日を終えたら行けるので、もうちょっとだけ待っててください。来月行ったらあると思う。私の時期だ、1月中旬とか後半、まあ中旬くらいだと思うから、私が次22だっけ、22からだから、その時にもうパンフレットは出てると思います。うん、22から、でも27とか28が貸し切りだったっけ、満席になってたよね。だから22、23、24、26、4日間みんなが来れるのかな。ので
ぜひ来てください。です。じゃあランキングを見ます。ありがとう今日も見てくれて。昨日今日は久しぶりにアイドルのお仕事できて私はすごい楽しかったです。13位やっすんさん、12位中心やってマーク超大森なとりどんさん、11位、ライさん、ゆうなすき、おやすみの手紙が届きましたかさん、ちょっと今日まだ受け取れてなくてバタバタして、また来年受け取ります、ごめんね。10位マイキアットマークポニテ、かわいい、今日もお疲れ、明日も頑張ってねさん、ありがとうございます。9位ゆきたんとマークなったんうなちゃん、大好きなとりどんさん。3位、間違えた、8位クロケアットマークナイスクラップ3点セットがクリスマスプレゼントでした、届きました、ありがとう。7位ルールズアットマーク祝さーティーンアニバーサリーライブさん、6位茨城の大マットマークなとりどんさん、5位ゆうきさん、4位正前ジェジェアットマークハートさん、3位 TK トンからアットマークタイのなとりどんさん、2位アギさん、1位ミプピアットマークゆうな大好きさんです、ありがとうございました、ありがとう。ということで皆さんもゆっくり休んでください。今日も見てくれてありがとうございました。おやすみなさーい、バイバー、また明日ねー。